今日はさ、めっちゃ久しぶりの小人図鑑シール、みんな覚えてる小人、超懐くない？いやこれね、全盛期の時ね、俺買いまくってたんだけど小人商品、今もう全然売ってないんだよね。俺がね、ちょうど動画投稿始めたあたりにすげえ流行ってたんだけど、全盛期だったんだよね小人。でも今全然なくてさ、なかなか小人、いやーカブト予想いいね。あと甘栗卒、守り小森で、ここに映ってないんだけどセミグルメってやつが俺すっげえ好きなんだよね。あそこにいる、このねフィレムの上にいる、カードフィレムのブルマの横にいるこいつがセミグルメってやつで、こいつ超好きなんだ俺。魔除け白羽でもよかったな。あの食がまた出てほしいね。あのちっちゃいさ、この人形の食があれ大好きだったんだよね、あのシリーズ。もう一回出ねえかな、買いまくりてえあれ。でこの中にセミグルメいんのかな、いやわかんないけど、とりあえずセミグルメを狙って開けたいと思う。あとカブトよそい、守り小森、甘栗卒、俺の好きな小人のシールたくさん欲しいな。うん、この段はさ結構回復してるんだけど、持ってないのまだあると思うから、ぜひともゲットしたいね。さっ見て、やったぜみんな、一発目でキラーっていうか裏から取ればよかったね、ごめん、一発目にキラー来ちゃったわ楽しみもなんもないもんね。やった、魔除け白羽のキラー、これ多分ね持ってないと思う、初だったような気がするな、魔除け白羽のキラーは。いや懐かしい、トーチンとか懐くね、トーチン、トーチン懐いな。あうわあ、忍び家小人、これ姫様がいるんだよね、姫様で、こいつがね、あ、カブト予想、これ持ってるな、同じやつだね、これ俺持ってるやつと同じ、旗、キツボネタレチチ見て、ババアのおっぱい、タレチチやっぱね、小人界のボインといえば竹のかぐやだよね、竹のかぐやボインだからな、カブト予想かわいいな、これ超かわいくない？やっぱカブトムシ大好きだからな、甲冑を脱ぐんだよね。お、また魔除け白羽だね、魔除け白羽。あとね、嵐黒羽っていうのもすごい好き、黒いやつ、うん、あれもいいよね。隠れ桃爺だ、隠れ桃爺、うわ隠れ桃爺もこれ、このプニプニ感たまんなくね、超絶かわいい。チョカワ、雪男小人、これフィギュアたくさん持ってんな。あー海越し決着だ、かわいいし、見てこの出っ歯ゲゲの鬼太郎に出て、これメガネかけさせたらさ、ゲゲの鬼太郎に出てくるさ、あのね、とんがってる男に見えるよね、あのとんがってる男って呼んでんだけど俺、歯がねとんがってっからすげえ似てるんだよな。お、絞りおちち、これも夏いね。あ、仏赤羽だね。で、嵐黒羽っていうのもいるんだけど、こいつ確かね、幸福をなんか呼ぶみたいな感じだった気がするな。これさ、実際見たら結構怖いよね、バッタがって思ってみたら、こんなん飛んでたらさ結構怖いよな。これ確かね、なんか幸福、見たら幸福になる的な感じな小人だっていうのはちょっと忘れちゃったな、結構昔だからな小人の。まあ好きな小人の設定は覚えてんだけどさ、うん、他のやつはあんま覚えてないんだよね。よし次行くぜ。さっ、あ、ごめん、またこっちから取っちゃった、こう取んないとダメなんだね、同じミスをしてしまった。竹の小人だ、竹の格やいるかな、欲しいな、かわいいし、この顔見て、竹の小人顔が可愛いよね小人ってね。甘栗卒、超可愛い、みんな可愛いんだよな、ほんと小人の、小人の顔がね俺たまんなく好きなんだこれ。甘栗卒超可愛いぜおい。あ、雪男小人また来たね、ザン、これは持ってる、覚えてる。お、竹の小人、これ持ってるわ、雪男小人。おー、のイエティ感がいいよね、うん、この雪男みたいな感じのフォルムがいいよね、ちっちゃいけどさっと。これ竹の小人ね、竹のかぐやいるかな。あ、ベニキの小人忘れてた、いたねこいつも、忘れてた、結構あのメインメンバーみたいな感じだよね、ベニキの小人。うわ夏、なんか絵描きたくなってきたな。で、うわタツの生き物だ、これあの後ろにも載ってたねさっきね、ザン、これもフィギュア持ってるわ。あの食玩のやつまた発売されてほしいな、このタレチチババアこのタレチチババア、花福嵐、これも人形結構持ってるな。民家に生息、絶えず袋を持ち歩く習性があるため靴下を勝手に持って行ってしまうと。こいつ結構嫌なんだよね、靴下、あの靴下なくなるのはこいつのせいだな、俺片っぽ消えるんだよねよくね、もうほんと片っぽマジで消えるから。あとテレビのリモコンってしょっちゅうだからね、うん、靴下の片っぽとテレビのリモコン、あとこの机の上だったらハサミ、こう斬鉄バサミがね、いつも消えるんだ、お前どこに行ってんだマジでこの野郎、俺じゃねえぜ絶対動かしてんの、こいつらで小人だよな絶対、この風格見てハサミ持ってくぞみたいな宿出しカムにね。で、あ、シシャワ踊りだ、シシャワ、このモグラ、これ持ってるわ、モグラ可愛いんだよな、シシャワ踊り、さっと。で、次、やべえな、セミグルメやっぱいなかったっけな、このシリーズ。一
たような気がするんだけど、いなかったっけ。セミグルメのシール結構持ってんだけど、このシリーズじゃなかったかな。あ、ごめん、またこう、マジでごめん、こう置いとくわ。最後はさ、こう見ようぜ。最後にキラーをさ見よう。死者は踊りのキラーじゃん。これ持ってるな。うん、これは持ってる、覚えてるわ。これは持ってる。死者は踊り、顔見て、顔、ハニワ、このハニワフェイス超かわいいじゃねえか。伸び病タン、うわ懐いな。これ繋がるマスコット入れ持ってるな、伸び病タン。さ、結構持ってる気がする、これ伸び病タンの人形も。うん、で、うわ、うまり瓦だ。トーチンに入った特別な栄養分のある苔を一度だけ食べると。なんかこの設定もいいよね、小人のさ、この苔。いやうまそうだよね、うまそうに食うな、食ってみてえな。これを食ったら不老不死になれる、でスタンド能力に目覚めるみたいな。絶対食いて、隠れ桃子、これかぶりだね。で、魔除け白羽、嵐黒羽もいないのかな。あっ、守り小森や。で、守り小森、ほらここ、ここにいるんだけど、これ守り、いや可愛いよね。食虫植物ハイトリグサっていうのがたまらんわ、すっげえ可愛い。ザ見て、うわ嬉しい。これ本当にいたら素敵だよね、友達になりてえわ。宝子がね、超懐い。これボールペン持ってるわ、ボールペン。うわ出してこようかな、ボールペン。こいつあの頭取れてね、ボールペンなら超書きにくいんだよねこれね、あのそのボールペンで昔レビューで絵描いた記憶あるな、なんかの絵描いたな、レンドラだっけな、レンドラかなんかの絵描いた気がする、その動画で。なんだっけ忘れちゃったけど、お、ババア来た、ババアで、最後は竹の小人で、ラストはね、ちゃんとこのキラーを最後に見るっていうね。よし、ごめんね、何回もちょっと動画撮ってるとね、興奮して、あの忘れちゃうんでね、めちゃめちゃさ興奮しちゃうから、動画撮ってると忘れちゃうんだよねこうやって置いといたら、こうやって撮っちゃうから、こうやって置いといた。よし、俺グッジョブ、俺グッジョブ、行くぜ。さ、お、竹の鍵が来たわ。こいつこいつ、小人界のボイン、竹のかぐや、20センチから25センチ。そしてね、みんな見てくれ、このボインを。さ、竹のかぐや、あ、ちょっと分かりにくいな、ちょっと分かりにくいけど、ボインなんで、ほら、分かる、ボイン。ハリチチで、このフェイス。あざっす、あれも、竹のかぐや。で、忍び家小人ね。さっと。ピンクのやつ、あ、あの、ピンクっていうか赤か、赤いやつ来ないね。さっと。で、海腰巾着。絞り大乳、これも人形めっちゃ持ってんな。これ持ってないんだよね、板の目隠れの人形は持ってない。これ板の目隠れも欲しいな。さ、タナクワラシはすげえ持ってんだけどさ、板の目隠れまだ持ってないね。小人の人形もたくさんあるからさ、新しく発売してくんねえかな。みんな気持ち悪いって言うけど、俺大好きなんだよね。池の水草超かわいい、見てこのタガメとゲンゴロウがいいよね。いる、あとカエルが乗ってんだよ上に、竹の小人かわいいでも池の水草だよね。やっぱセミグルメいないのかな。で、お、待って、これ最後、やった、初持ってないわ、これ持ってたっけな。いや、保存ボックス見れば分かるんだけど、多分持ってないと思う。タツの縁起物、あ、ごめん、持ってるわ多分。うん、思い出した、このあのデザイン見て思い出した、多分持ってるなこれ。タツの縁起物のメタリックっていうのかな、キラキラシール、いいなー。これ粘土かな、なんか粘土で作った人形っぽくない。わあいい、これ欲しいな。下のさ座布団敷物もいいねセットで売ってくんねえから。ということで今回は久しぶりの小人のシールの開封でしたと。いや超楽しかったな、また売ってたら買ってくるわ。で今回のやっぱ一番気に入ったのは、みんな可愛いけどやっぱね、今日ゲットした中でナンバーワンは池の水草だから、うん、これバイバイだ。見てこの顔かわいい、タガメいいな、ゲンゴロウ、そしてカエルが乗ってる、この絵も大好き。池行きたくなるね、もう夏だからさ、もうすぐ夏だから池行って遊ぼうぜみんな。